そうですね、これただその人の調整っていうとその、まあ、レベルの低い問題に聞こえてしまいますけど、先ほどの政策協定を見ても思うんですけども、うん、はい、安保法制廃止してどうやってこの国守っていくんだっていうビジョンをどういうふうに示しているのかということと、それから志位委員長、共産党のつい最近敵の出方っていう言い方はやめようって言いましたけども、共産党はまだ暴力的な革命っていうものを党の要項として廃止してませんから、ですからよくそういうところと組もうっていう話になるなっていうのは僕には個人的には感じますね。